はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。今から始めるドラクエ10続きやっていきたいと思います。今日はですね、ストーリーとかのクエじゃなくてですね、ちょっとお知らせをしようと思って、ここに来ています。ですね、今月の、2015年3月の8日日曜日ですね、3月8日の日曜日の日曜日にですね、視聴者のね、皆様をちょっと撮影する場所をね設けようかなと思っています。で、何を撮ろうかね、いろいろ悩んだんですけども、というかね、きっかけがですね、いろんな方からね、一緒に冒険したいっていう、お申し入れが結構あるんですね。ところがですね、皆さんの要望に応えているとですね、プレイする時間がね、なくなっちゃうんですよね。それで基本的にはチームのメンバーの方であればいいかなと思っていたんですけども、でもそれだとね、なんていうんですかね、私としては不本意でして、できれば皆様とお会いできる場を作りたいなと思っている次第でございます。それで、どうしようかなと思って前ちょっとね、なんだっけ、福引きの動画でもちょっと言ったんですけども、基本的に皆さんを撮るっていうのを前提に、集まっていただこうかなと、そういう場を設けようかなと思いました。でですね、3月の8日の、17時、夕方の5時ですね、17時から10分間だけね、ここで、皆様に踊ってもらおうかなと。これだっけ、ここでですね、皆さんに踊っていこうもらおうかなと思いました。あ、ここあれか、ここダメ、ここあれですね、ルーラポイントなんですね。だからみんな来ちゃうんだ。こっちにしよう。こっちで向こう側を向きながら皆様に踊ってもらおうと思いました。で、17時から撮影時間は短いんですけども、10分間ですね。10分間だけここでこうやって皆様が踊っている姿をバラルさんが周りをこう映しながらですね、皆様を映そうかなと思っています。そういうのでどうでしょうかね。とりあえずね、毎月第2日曜日にそういう場を設けようかなと思っています。で、第1回目が、2015年の3月の8日の、17時ですね。夕方の5時から10分間だけ撮影したいと思ってます。で、毎月第2日曜日にちょっと時間は毎月変えようかと思ってるんですけど、そういう何らかの形で視聴者の皆様とね、交流できる場を作ろうかなと思っています。で、来てもいい条件とか特になくてですね、誰でも構いません。この動画を見て来ていただいてもいいですし、フレンドの方を誘って一緒に来てもらっても OK です。もちろん私、現在のフレンドの方とか、チームの方とか、そういう方でも全然 OK です。で、誰でも OK ということで集まっていただこうかなと考えています。ただし撮影時間は10分間だけですね。まあ実際に交流する場はもうちょっと長いかもしれないんですけども、撮影時間自体は17時午後5時から10分間だけですね、撮影したいと思ってます。皆様がこうやって踊ってる風景を撮ろうというのが今回の企画になります。場所はですね、ここです。ここあえて言葉では言いませんけども、かなりヒント出てますよね。ここです。ここの場に集まってください。ここ以外に集まって踊られても撮影できませんので、必ずここで踊ってください。で、毎月ちょっとね、場所を変えながら、場合によってはちょっとね、難しい場所なんかもやりながらやっていこうかなと。
で基本的には踊りを毎月撮ろうかなと思ってるんですけど、ちょっとね月によっては違う企画でやったりもしていこうかなというふうに今のところ考えています。とりあえず毎月の第2日曜日の何時か分かんないんですけども、第2日曜日はそういうね10分間だけ交流の場を持とうかなと考えています。ですので、皆様のお越しをお待ちしております。できればね一人だけじゃなくてたくさんの方に来ていただければ嬉しいかなと思ってます。まあ一人以上いればね、開催したいと思っていますのでよろしくお願いします。で告知の方はねこの動画とあとブログの方でもね告知したいと思ってます。でそれ以外では今のところ告知しないつもりですので、公式のなんかイベントの掲示板とかありますよね、ああいうとこには告知しませんのでよろしくお願いいたします。ということでね、たくさんの方お誘いの上参加していただければなと思っています。場所分かりますよねここ。あでねサーバーね、サーバーは21になります。サーバー21のここで、2015年3月の8日17時皆様のお越しをお待ちしております。それではね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。